第7種阿部の仲間ろ。ここが唐の都の長安か。想像以上の素晴らしさだ。見るものすべてが新しいものばかり。まるで町全体が宮殿のようだ。今日からここで暮らせるんですね。仲間ろ殿は元気だな。私はできれば今すぐにでも国へ帰りたい気分ですよ。そんなこと言わないで、マキビ殿。遣唐使となったからには覚悟を決めなければ。我々はいわば選ばれた人材なのです。私はたとえこの地で生涯を終えても悔いはありません。名家出身の仲間ろは私たちとは違うんだ。遣唐使に来る奴は身分の低い者が多くて、国へ帰って出世するために死ぬ思いで危険な船旅を越えてくるのに。見くびっていましたが、あの遣唐使なかなかやりますな。学問でも優秀な成績だそうです。特に阿部の仲間ろとやらは飛び抜けて秀でている。皇帝陛下も彼のことを認めていらっしゃるそうだ。しっかりおやりなさい仲間ろ。私たち家族のことは気にしないでいいから。聞いておるぞ。そなたが阿部の仲間ろじゃな。この頃は役人としても良い働きをしてくれて厚く礼を申すぞ。陛下直々のお言葉、身に余る光栄でございます。そなたにはぜひ褒美を取らせたい。望みは何です？何なりとおっしゃいな。この度我が国から新しい遣唐使の船が参ります。先の遣唐使の我々はその船で帰還したくお願いいたします。何？国へ帰りたいと申すのか？そなたに帰られては困る。もっと高い位を授けよう。この国に残ってくれ。仲間ろのやつかわいそうに。あそこまで頼まれてはもう国には帰れない。目立たず出しゃばらず適当にやっておればいいもの。仲間ろ殿、あなたは私たちの誇りです。我が国が学ぶべき唐の国から是非にと壊れて残るのですから。でも大丈夫、いずれは国へ戻れますよ。マキビ殿、前にも申し上げたでしょ。私はたとえこの地で生涯を終えても悔いはありません。それでこそ仲間ろ殿、再び会えるのを楽しみにしてますよ。仲間ろ殿が唐に来てからもう30年以上になりますな。さぞや国へ帰りたいでしょうな。しかしこの頃遣唐使船の知らせはありませんし。私はこの国でとてもよくしていただいてます。不満など言ったら罰が当たります。仲間ろ様、マキビ様からのお手紙でございます。めでたい知らせだ。今度来る遣唐使船で仲間ろ殿が日本へ帰れる。我ら友人としては少々寂しくもあるが、そういえば送別の宴の主賓である仲間ろ殿。一人で考えにふけりたいのだろうよ。故郷の山や川や空気まで。仲間ろ殿は何度も夢に見ていたはずだから。第7章、天の原。降り裂け見れば春日なる。三笠の山に出でし月か。ダメだ、波が高すぎる。この船は沈むぞ。もう一度だけ、せめてもう一度あの月を。これが私の運命だったんだよ。仲間ろ殿の乗った船が安南へ漂着して、もう一度長安へ帰り着いたものの、もう国へ戻る機会はないだろう。それを運命と言えるとは本当に大したものだ。私の思いは変わらない。たとえこの地で命が尽きたとしても悔いはない。それくらいの強がりを言わなければとてもじゃないが生きてはいけないのだ。